皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー遊んでいきましょう。今回最初のコースはカズさんのコースで2万突破、右ダッシュとジャンプだけで飛べるスピードランということで、ジャンプだけで遊べるスピードラン、結構昔のコースでしょうね。でベストタイムが56秒、クリア率 2.23%、 右ダッシュとジャンプだけで遊べるってよりには難易度は高そうな感じですね。スピンジャンプも含まれるのかな。やっていこう。1、2の3、ガリアかな。3ガリアじゃなくても大丈夫だった。今のところクルリンも入れてないよ。ここはクルリン入れた方がいいけど、普通のジャンプでもタイミングが合えば壊られるのかな。上に登って、ほいほいほい、ブラパさん越え。ここはクルリン一応入れたけど、今のところ本当に右だけ押してるよ。ほい、おう。下をくぐっていくこともできるけど、やっぱり気持ちよく行くには上から行った方がいいかな。2の3ガリアして、次は、ここはどうしようかな。やっぱりスピンジャンプで行っちゃうんですよね、ドスプーンがいると怖いから。パックン忘れてた。1、2、3ガリア。次ドスのところ、勇気を出して普通のジャンプで飛び出してみよう。あ、いけた、全然余裕でいけた。勇気出す必要もなかった。宇宙兄弟知ってる人だったら勇気のポーズお見せするんですけどね。勇気のポーズ、勇気を持ってきてください。ほい、よし、いいんじゃないの。今のワンワンはどっちだろう。走ってるだけで超えられたのかな。微妙なところな気がする。おお、さっきのドスの下をくぐってくると、ここもあえて普通のジャンプでくぐっていくよ。くぐっていくよっていうのも変か、飛び越えていくよ。1、2の3ガリア。今度は土管に入って、上、今のところスピンジャンプも使ってないはず。こっちでいいのかな。1、2の3ガリア。3ガリアできて、おお、こういうワンワンってついジャンプしちゃいません。みんなそんなことない、私だけで3段ジャンプが出ないわな。タイム制限的にはどんな感じなんでしょうかね。結構ギリギリなのかな。クリア率低いから結構ギリギリな設定なのかもしれない。よいしょ、ここをいかに詰められるかがタイムの分かれ際になってくるのかな。ここ意外と難しいんで気をつけていきましょう。最後のカノーさんを踏むときだけB ボタンを押して大きくジャンプしないといけないようになってます。はい、そろそろ戻ってきましたね。このテレサ重い。1、2の3ガリア。バニーに弾かれないように気をつけて大きくジャンプしていくるよん。で、激おこ、花ちゃん。次もまた上、ほい。さっきここでやられたのか。走り抜けていって、あ、詰まっちゃった。大丈夫かな。残り33秒。間に合い。あー、ゴール。よかった、時間は大丈夫だった。Thank you for Watch my TV。 2万突破、右ダッシュとジャンプだけで遊べるスピードランクリアしました。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。なんとまたまたカズさんのコース、あのカズさんのニアカというか、なんというかサブアカですね。1万1009、失敗を恐れずスピードラン。サブアカでもいいね、1万とか。どうなってるんですか。私まだその10分の1ぐらいなんですが、みんなもっといいねをしてね。ベストタイムが31秒、クリア率 6.46%。 早速遊んでいくる。失敗を恐れずに勇気を持って進んでいきましょう。上に上げて、はい、あ、もう失敗しちゃった。大丈夫かな。1、2の3ガリアからのバネ使えなかったけど、まあ大丈夫かな。
1位2位のハンガリア。タイムはきっと余裕がある気がする、勝手な想像だけどね。ここは下をくぐらないとダメか。はい、下をくぐってからのどっち、こっち、はいはいはい、残り33秒。そしたらなんだ次は、おうおう、やばい失敗した。もう勇気の問題じゃない。鍵鍵を取ったらなんかこっちがベストではない気もするけど、12のサンガリア、ここ難しいね。ここデクアマリオじゃないと難しくないですか。扉に入っていってゴール。ちょっと待った、ちょっと待った、ランク C じゃん。なるほど、その人のテクニックに応じて ABC のゴールがあるのか。ちょっと悔しい、もう一回遊んでみよう。ランク B を目指してみる。とりあえずいいねをしてもう一回最初からやってみよう。失敗を恐れて、失敗を恐れてランク B を目指す私は。はい、さっきよりはいいんじゃないかな。ただランク A は多分タイムもギリギリにできてる気がするんで、うん、まあ私の腕だったら B だな。 C はちょっと恥ずかしい。よいしょ、スピランが得意とかのたまわっているんで、せめて B。 こっち、間に合わないよねこれ絶対。どういうことだろう。1位のサンガリア、これサンガリアで超えていけるんですか本当に。赤コインというか鍵は取れるけど、鍵なんか取ってたら絶対間に合わないし、どうすればいいのかな。どうすればいい、教えてドラえもん。よいしょ、もう一回やってみようとか言っといて結構何回もやってますね。で、あそこ間違ったところを叩くとテレサが出てきちゃうっぽいけど、まあずっと走ってるんで特に問題にはならないかな。ほい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 、ここまではいいんだけど、問題はここなんだよ、ここなんだよ。どうなってんの、どうなってんの。鍵を取ってこうでしょ。12のサンガリア、お、これたこれたこれた、いいんじゃないの。ランク B、ランク A ってあれいけるの本当に。全然信じられないや。あの鍵を取ってさらに左上の方に登っていけっていうことですよね、コインのところ。まあ B クリアできたからいいか。カズさんのコースでした、ありがとうございます。はい、それではこちらのコース遊んでいきましょう。カピーさん、10秒マリオカピーコイン再、クリア率が 1.68% でベストタイムが9秒783。初代マリオのスキンですね。カピーコインってなんだ、なんじゃいな。なるほどなるほど、カピーって書いてある、かわいい、かわいいんだけど、コースの難易度はかわいくないコースの難易度がかわいくない。これ難しいな。赤扉はスタート地点にあるんで、ここまで戻ってこないといけないんですよね。で、今みたいに、なんだ、氷で滑ったりしたらもうダメな気がする。これでダメ。今のでも全然間に合ってなかったわ。さすが、クリア率 1% 台。カピー、もうちょっと優しくなろう。お願い。ね。もうちょっと優しいと、私、カピーのこと大好き。よし。ほい。あれ、今のいい感じだった。今のいい感じだった。あと 0.1 秒あればいけたんだけど、意外と。同じようにはいかないんだよな。ここで、このカピーの顔をうまく、いかにできるかが。で、ここの切り返しも素早くいこう。よし、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。よくなかった、全然よくなかった。さっきより遅いわ。よし、今度は早い気がする。カピーのカ、カピーのピー。カピー。
おしまいった。1秒残ってる。ゴールでしょ、やったね。あー、難しかった。本当にギリギリだな。ベストタイムはちょっと無理だと思うけど。9秒985、本当にギリギリだったな。10秒マリオカピーコイン、はい、クリアしました。ありがとうございます。はい、お次はこちら、タックマンさんのコースですね。綾崎優の萌えジャンパレード2、優が悪いんじゃないもん。クリア率は 10%。 よかった、タックマンさんの良心コースで。何回あの言葉を言う羽目になるのかな。前のコースもかなり行っちゃったからね。時間がギリギリなんだよね。優が悪いんじゃないもん。だから毎度のことタックマンさんが悪いんだって。あとジャンプできなかった私。タックマンさん8割、私2割。うん、そうだそうだ、そこに違いない。ここ。ここです、ここです、ここです、ここです。いいんじゃない？今のところ完璧。萌えジャンパレード。みんなもっと、ゆうちゃんの声聞きたいかもしれないけど、そうは許さない。おーし。今回は、よかったよ。よかった。ゆうちゃんをあんまり犠牲にせずクリアすることができた。あんまりゆうちゃんいじめると、かかしもんにも怒られちゃうからね。綾崎優のモージャンパレード2、優が悪いんじゃないもん、クリアしました。次のコース、やっていくる。はい、お待たせしました。今日のラスト、こちらのコースと遊んでいきましょう。チャミーのコース、1の1だった何か。1の1だった何か。1の1シリーズのコースだったっぽいけど、だった何か。地面がなくなっとる。敵もいなくなっとる。これはキノコはもう取ってる余裕はないと思うんで、ガンムシの方向で。え、青、なんでここ先や。別に難しくもなんともないんだけど。まあ、勢いが大事、勢いが大事。待って待って、意外とキノコ取れる。キノコ取ってみた。ほい、ほい。あ、ギリギリ届く感じがしなくもない。次ももう一回キノコ取って狙ってみよう。ほい。やっぱり無理か。でも届いた。おいって。だった何か、だった何か。あの、隠しの1アップのブロックは残っているのだろうか、残っていないのだろうか。まあ、クリア率、割と高いんだけど、難易度は難しいな。あの、地下に入る洞窟ってどこだっけ？もう通り過ぎちゃってんのかな。ほいほいほい。この亀さん、踏んでーの、踏んでーの、上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 。よし、来たー。だった何か、上、どこまで登らせるのよ。パー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 ってなっちゃうよ。よーし。下に今何があったんだろう。1アップかな、見えなかった。はい、チャミーの1の1だった何か、なんとかかんとかクリアすることができました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。